それでは続きやっていきたいと思います。11月が始まりましたので、はい、訓練開始したいと思います。訓練いたします。あ、そっか、これ逃げるよ、もったいないですよね。誰なんだろう、優秀なやつ。いいか、5ヶ月ぐらい精鋭部品になってくれ。で、ちょっと捜索にね行ってもらいましょうか。金木さんにこの辺で任せろと。いいんじゃない、牛尾もどっかで捜索に行ってもらいましょう。どこがいいかな、この辺で。なんかちょっとこう若干忖度みたいなね、あんまり効果なさそうだけど、まあ行くなら止めやしないよみたいなもの、いいでしたね。で、前回孫権が同盟をと言ってきましたので、本当かなと。3年ね、3年間は同盟してくれてるということなので、それを信じましょうね。ビビリ、じゃあもうみんな移動しましょう。ダメ、全員移動しちゃダメだな。一人ぐらい残っておきますか。ご飯、金、兵糧、兵士もこれぐらい残してみんな持っていきましょう。これで攻められたらもう大変なことですよ。ご飯ちゃん優秀だったんですかね、もしかして優秀キャラを残しちゃった。まあ、その時はその時っす。諦めてね。わあ、ちょっとね、人と兵糧がいっぱいですね。あ、ほどこし、違います。1000あるからですね、お金が割と。まあ中性度低いっすね。みんなに金を配っておきましょう。40ぐらい配っておきましょうか。みんな中性度100になってほしいからですね。中性度100の方が安心ですからね。なんといっても、はい、お金配りました。訓練しましょう。ですね、馬量持ってですね、2つ、こんなもんか。1ヶ月訓練、はい、訓練開始。登用します。秦軍で馬領ね、能力高い馬領にやらせましょう。探しておいででございます。あれ、今度決まったかなと思ったんだけどな。おかしいな。いや、なんとしても金をゲットしたいですけどね。ダメでした。残念です。じゃあ別なキャラいきます。箱に席で、よろしくまた断られた
人員が余ってるからですね。どうよ。そうなんだ。仲間が増えないっすな。かかって一人も説得できないなんて、弱っていただきたい。こいつもダメ。やっぱり進軍で、お、やる気出した。任せてくれと言ってくるんですね。さあ来い、どすこいどすこい、お願いします。マジか。そうなんだ。そうなんだ。米買いのタイミングですね、これは。そうですか、そうですか。しょうがないですね。あ、実行可能な人がいない。じゃあいいや。は一人ぼっちですもんね。やることないと。これどう買っときな。高い高い。どうここはできない。おっすね。89。どうここでますか。一人を残していかないといけないからですね。4人でしょう。いやー、これちょっと不安っすね。攻められると、しょうがないか。ちょっとね、パラッと攻めましょう。何ですか。もうそのようなことをする必要はない。王様に任せなさい。策。送信に行かせましょう。100-50でお願いします。金200ぐらい。容量10,000。攻め込みます。いいな。よし、来た来た。来ましたね。さあさあさあ、無論そういうことですよね。風を吹け吹け吹きまくれと。いらっしゃい。ああ、あんまりあれなんですかね、その大雨が降ってます。構いませんよ。こっちいらっしゃい。こちらで晴れにしてくれたまえ。ビュー。さあ、調理は今ぞ。あ、送信何もできませんか。情報何もできないの。あ、混乱はできるんですね。でもはい、さあこっち来い。よーし、来た来た。決まればラッキー。決まるかな。ダメ。はい、混乱どうぞ。よーし、ありゃ、たまいい、たまいいじゃん。やるじゃない。
大混乱。さすが。使えないからダメか。そしてここに火を放ったら逆風で来る。バッカでー。立ち直った。おお。あーでもさ、こっち来たら結構逃げるんだよね。これか。混乱し、大混乱ですぞ。日が、ああどうすかな。こちらに移動させて、まずこっちに火を放っときましょうか。よし、うまくいった。あれ？火を。おお。右辺、左上。頼むぜ。
嫌だ。応答ない。ヒッターにつき1回しか行ってこないから助かりますよ。しましょうか。竜禅様で、いや、怖かったっすよ。素晴らしい。ここは別にいいかな。95投与します。進軍頼むぜ。頑固やなこいつ。おかしいな。死んだ。やる気になってる。頼むぜ。火。探してるぜ。お、仲間になった。嬉しいです。ゼロと変わってくれ。成功率低いっすな。ここいい。よっしょっす。嫌われてますね。チングもう一回行こう。遺跡で。変わっていただきたい。お、仲間になった。たまたまの運だったのかな。まあ、何しろ軍師は仲間になったからですね。決まった時はバナーを仕掛けられますよ。お願いします。将軍自由担当自中いっぱいいますね。政治力一番高いのはバリオですので、はい、じゃあこれで褒美を与えてきます。忠誠度低いっすね。じゃあ100与えましょう、ね、せっかくですから。一人でも多く人を確保しておけば勝ちやすいかもですね。さて訓練しましょう。訓練150いるからですね。これは期待できますよ。1ヶ月はい。あ、しまった、褒美やっちゃった。違う違う、人事投与お願いします。変わっていただきたい。ダメか。
じゃあ戸籍を変えて大内。お願いします。お、名前だった。オッケー。あと一人。作戦でですね、人をゲットしておけば、どうですかね、何回もされてこう仲間になる確率が高まるってことはないんでしょうね。よろしく。あ、もう無理と。やるだけ無駄と。和食、お前じゃ無理だと。うん、ちょっと能力不足でしたね。残念。そうですね。施しできれば施しておきましょうか。結構まだ余ってますもんね、人が。次の月の。商業43なので、あんまり期待はできないんですけど、やらないよりはやった方がいいのかなと。なのかな？こちら。褒美を与えます。あ、そうか。与える金がしょぼい。ちょっとしょぼいっすね。にしても金がない。そこが大問題ですね。ありゃ、財野武将はこっちか。こっちに財野。ここに脅威行っちゃったのかな。こっちが。脅威はこっちか。ここにいるんだ。あ、登用できる誰か。脅威、誰に登用。二人投与、人材能力持ってる。うまくいくかな。剣道の師。ほほほ、一発で仲間だった。よかったよかった。結果よかったっすよ。任命でさ。脅威頭いいもんね。分子でいいっすよ。よかったよかった。ここから一人移動させましょう。あ、二人か。一番声量にも移動が必要からですね。大使は、あ、すごい。脅威、忠誠度高いな。じゃあ。天水の大衆、そうなるわけですね。ここで業界をこっちに移動させる。金持っていく、兵士持っていく、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 みんな持っていきます。大衆、あー、とりあえずね、暫定で誰か一人こっちから持ってかないといけないですね。移動させましょう。ないからこいついっか。持ってかなくていいっすね。 OK。
いいね、必ずって、そのセリフ待ってるぜ。ダメじゃん。一回行きましょう。まだね、そこ、あ、無理って言ってる、ね、中性度上がるから、はい、ダメ。相性悪くないんだろうけどね、多分ちょっと能力が低かったのかな。ありゃ、じゃあ訓練しましょう。じゃあみんなで訓練大会、はい、オッケー。ここはもうよろしいですね。全体的に前線も少なくなったからですね。じゃあ休養します。何、あれはさ、おろろろろ、マジか、攻めてきた、マジで。よかった。あ、そっか、この前みたいな展開っすね。ここは視野を打ち込みまくりで、あー、でも君子がいない、うー、きついな。どうしようか。歩兵かな。しょうがないですね、歩兵隊と弓兵隊でとかするしかないでしょ、ここは。61強度ですね。164、え、こんなにって感じですけどね。了解でいい、はい、迎撃します。ね、予備兵力なんか準備しませんよ、ね、勝利の音楽じゃないですか。超飛はここでいいよ。はい、勝ってこいや。おお、すげえ、数的有利ですね。ぜひ各所も捕まえたいですけどね。はい、ここに火を打ち込む。火ついた。あ、消えちゃった。そう、ウェブが来た。互角の音楽。さあ、ここは来た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 。わ、ちょっと数が多い。いけいけー。今回も視野はやめとこう。さあ、もっと上に上がってこい、もっと上がってこい、やれやれー。ええのええの。はあ、雨だけは降らないで。から思っております。いやー、天気悪いやだな。さあ、勝利の音楽に近づいてまいりました。またでも相手2万いるもんね、すご
いな。はい、副将はもう、うわ逃げた。いやね、どうぞ。まあでもこれ出ててもね、どうなんですかね。風が逆風吹くと嫌なんで。あ、消えた。雨降ったんで出てますか。いやでどうぞ。めっちゃ聞いた。まあ大勝利ってとこですかね。大勝利ですこれは。ありがとうございました。捕まえた。ほら名前た。勝利ですね。何も言ってこない。あ、来た来た、やっぱり来た。走行回せと。にゃおよかった。さあ何ここなんだ。ほら、うわ死んだ。ここ中央なくなり。そうですか。ここ中一回も戦うことなくなくなりになりましたな。残念です。ということで今回はこれで終わります。